って合ってる。L1 とか L2 とか押して走りたくなるんだよね。取れる。なんか敵いる？いるね。めちゃくちゃいるじゃん。すぐ隣じゃねえか。勝負しろ。勝負しろ。お、デブ君と戦える。チャンフーサブライ。ゲージ回復多いし、デブとやり倒せたのもね、楽だし。さては3つの方。他で何をしているんだ。ここで装備を装束に変更。ホタルがアイテムに案内してくれる。ほらホタル出てる、ホタル出てる。やっぱ早めに強化しておいた方が良さそうな感じもしてくるね、こうやって見ると。一応揺れてるんだよね。ここか？これか？あったあった。コホロギ。揺れが収まった。あいつらコオロギ守ってたの。コトゥハーンへの供え物だったのかもしれない。140m、割とすぐそこなんだよ。お前は掛け声がない。走れ、掛け。走れ、掛け。一騎打ち。俺はここだ。俺はここだ。知ってるわ。見たらわかる。キャンプ地形な。なんか貧相なやつが。弓兵じゃん。違うな、これジャパニーズだ。ってことは雇おうか。光る竹、違うかった。中にろうそくあった。猛虎兵と戦わない臆病者どもだ。あと 90m、すぐそこだな。走るか。50 40 30といかない。上か、もしかして。上だな。上じゃねえか。呼ぶか。橋壊れてる。金質神社、神社だね。登る手段が、橋壊れてるから行けなさそうだよね。あ、また鳥。どこにでも現れる。行ける。はっはっおお、何の役にも立たねえ。私にはそれがわからない。あ、温泉だ。初温泉。イエーイ。ドン。どうすればいいんだ。温泉の浸かり方知らないんだけど。
あったあった、ここか。お、サービスシーン来るか。来たー、ふんどしもつけてない。おもふこと、父上、父上に思い出そんなねえからな。父上が生きておいででよかった教えを授けてくださった生涯一の恩人、失うわけにはいかん。あんまり父親正直印象ないよね。お、温泉入ると体力が増えるんだ。なるほどね。じゃあ、これ行けてないけど移動できるの、もしかして。お侍様、ここを通ってはなりません。行き方分かんなかったけど、これだな。なんで？どういうことや。話す。武士と知っていながら俺を止めるのか。武士ってそんなに偉いの？私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来るときに鳥居がなくては困るでしょう。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。なるほどね、そういうことか。崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。なるほどね。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。そういうことね。じゃあ、あれだね、津島にある鳥居はすべて神の社へと通じています。鳥居、鳥居、ご父もそこで得られることでしょう。なるほどね。じゃあとりあえずここの温泉あるはずだから。お、たどり着いたか。お侍様、戦続きでお疲れのようで。さあ、この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。地図を更新。湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それにたびたび湯に入れば長く栄えて命を全うできると言われています。最大体力が増えるのはおかしい。さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。休むボタン。じいさん大胆横おるかな。女性おるけど堂々と。おもふこと、好物何が好きなんでしょうね。猛虎が去ったら何が食べたい。腹いっぱいになるまで果物と魚を食いたいな。割と普通だ。アザモの海苔も捨てがたい。海苔も好き。まんじゅう怖いかと思ったんだけど。最大体力増加。正直増加量が誤差にしか見えないけど、これも重ねてくると結構なねようになるんだよ。なんという変わりよう。これで大軍にも打ち勝てましょう。誤差だよ、変わりよう。全てが相手でも不足ない。大げさだよ。もったいないお言葉。温泉一回使っただけで。今島のあちこちにございます。お探しください。ご養生は大切でございますよ。湯に浸かり戦に備えたお体をお作りください。メッセージが YouTuber のカットみまあまあまあ、本当は1回目はここで浸かるはずだったんだね。ああまあ、なるほどなるほど。さあ行くか。鳥居を越えて、神社に向かえば。あれ、行けない。ん、こうか。ほっ、
いきなりロッククライミングだよ。よっ、ほっ、よし。ここ入れるか。下をくぐる。なんかホラーゲームみたいな人、ここも通れそうだね。座るところじゃないのか。あそこに見えるね。ね、隙間を通る。花が咲いたよ。あ、さっき真剣ゼミで見たとこだ。まあ初めのやつだからそんなに難しくない感じね。こうだよね、おそらく。はっ、なんで飛んだ。なんで飛ぶ。よし、怖え。おし、し、R に竹。ん？届かない。裏から回るが正解か。正面ルートじゃどうやっても行けそうにない。裏かな。違う。まあこっち行くしかないよね。いけない。いけない。あ、詰んだ。帰れる気もしないんだけど。ほっ。お。これね、このでっかい柱を持ち運んだりもできないのか。どうする？行ってみるか。怖い。大丈夫だ。死んでもドラゴンボールで蘇る。あー！一応ここまでは間違ってないのか。まあ行ってみるしかないか。まあ割とすぐ蘇れることが分かったんで。あ、俺死んだねこれ。無事だった。不思議。こっちに戻ってみるか。このルート知らないルートだよね。すぐ行けると見せかけて実はそのルートは長いものだったという。これあれだよね、赤炉だったらここにあの物売ってくれる人いるよね。旦那って買ってかないかい。氷炭のかけらあるよ。これか。うん、ロッククライマー堺人。おお、正解っぽい。怖い。はっ、おお、ほっほう。このゲームさあ、こんなところに鳥居神社作る誰が参拝できんだよ。あんちゃ並みなんだけど。よし、鳥居回ってこれた。
参拝。明星有明手を合わせる。合わせてねえし。一礼。あーっていうか、こんなことしてる場合じゃねえじゃねえか。その辺黒煙上がりまくってんじゃねえか。対馬の平和を守ってからこうやって。イエーイ。天照大神のご符、太陽神のご符をいただきました。オプションで確認になった。確認しとけばよかったな。ご符チェックしようか。ちょっとご符、ご符、ご符装備、装備、ご符はここか。もう一個つけれるよ。さっき手に入れたのはアマテラス。ん？なくない？また別のところかな。とりあえず何装備しよう。 5% の確率で与えるダメージ2倍。弓、これおかしいよね。 15% の確率で弓によるダメージを受けないってどないやねんって。気力の回復量アップ、実質回復量アップだよね、ヒットポイントの。あー、俺の確率は信じないからね。本当に。さあ、とりあえずお参りできた。あ、なんか山を降りるボタンある。帰るの楽だね。帰るの。妖怪ポスト、違うかった。読む。この先、太陽の神をね、金室神社。左の文字何て読むか全くわからん。じゃあ次行こう。進行状況どれ行こうか。いい加減にユナさんの弟を助けに行くか。先こっちかな。1.7キロ、1.8キロ、似たようなもんか。カラカサ州だっけ。まあとりあえず行ってみよう。そうじゃない、違う、そうじゃない、こうだ。思ったより遠いな。どうしようか。じゃああれかな。ここに移動して、ここから地図を広げながら行きますか。行くぞ。ここは敵はいないな。俺が全滅させたとこだ。飛び降りたらダメージ超食らいそうだから。おっ、なった。まあ影呼んで、影と一緒に行こう。風、来たー。これさ、今一騎打ち出てんじゃん。さあかかってこい。こんだけ敵いるのに一騎打ちにね。ラッシュ侍、バスティン邪魔。一騎打ちにさ来てくれるこいつらのがよっぽど紳士。何してんねん。R に押しながら、よし、石の肩、槍か。槍強っ。はい、どこまで変えるねん。お前ら何しとんねん。一人に逃げるか。いけば。うお。全力で逃げる。一騎打ちでぶっ殺して全力で逃げる。弓の人すごくない？
まあ戦ってもあまり意味ないしね。よし、景色をね増やしながら次ここ目指すか。じゃあふう、終わり。もういや焼かれてる。ジョエルイヤー。くそ、なんでひどいこと。すげえ音してるけど入れんのかなこれ。ああまあそうですよね。どっかから侵入したらアイテム取ってこれるとかじゃないのかな。ここ行けそうじゃない。あっち、あっち。中に入ってくれた。誰かおらぬのか、誰かおらぬのか。これが本当のカジバ泥棒。上に参ります。お、あるあるある。えへへへへへ、いやーうまい。武士じゃ武士じゃ。本当にこれだけかな、ぽいね。よし、こっから飛び出してみるか。行くぞ。最後のガラスをぶち破れ。死ぬかと思った。あとガラスはないね。なんか旗が立ってる。一騎打ち、どこにいんの。俺はここだ。いたいた。呼吸兵を抹殺してやる。ザガルダクサバケモザーコが。あと一人か。わ、結構いるわ。ほら、ほら。縦兵来る前に倒してきた。よし。縦兵相手には。うわあ、この脳筋が。この盾、卑怯くない？盾っていうか大盾だな。よし、フィニッシュ。やはりデブは強いな。イエーイ、奪おうぜ。相手の補給物資パクろうぜ。お、玉鋼だって。うめえうめえ。鉄鉄、ね、どっちが侵略者かわからん。馬もバグっていく。人の馬乗っていく。次こっちなんだよね。だいぶ遠いよね。あ、地図を埋めていくしかないね。